当に良いよっていう感じです。あの本当に一時期は本当にサッカーが再開できるかどうか、今シーズン試合やれるのかなというふうに思った時期もあったんで、まあ、そういう意味ではいろんな人たちの努力のおかげでこういう形で試合が再開できる運びになったというのは本当に幸せなことだというふうに思いますし、もう単純に本当にそのサッカーやれる、試合やれる喜びをピッチで試合で表現できればというふうに思っています。あのやれることはやりました。あの6月の初旬から全体練習スタートをやっとできて、期間的には十分かどうかというのはちょっと分かりませんけど、この準備期間でやれることはあのきちっとやったつもりではいるんで、練習スタッフ、サッカーやれる思い、試合にかける思いというのを7月4日のゲームで全て出していきたいなというふうに思ってます。はい、あのサポーターの皆さんもあの J リーグ再開するのを待ち望んでくれたというふうに思ってます。あの皆さんの思いというのを我々真摯に受け止めて、しっかりとちゃんと表現したいなというふうに思ってます。一緒にスタジアムで戦うことはできませんけど、映像からやっぱり声援を送ってくださってる、サポーターのために、 FC 東京に関わる全ての関係者のために、全てとして戦っていきたいというふうに思ってますので、最後まで温かいというか熱い声援を選手たちに送っていただければというふうに思ってます。あの皆さんで再会をね、喜びを分かち合えるような試合にしていきたいなというふうに思ってます。どうぞよろしくお願いします。